時もは21歳。非常に難しい技ですね。前方の伸身宙返り、まあ、普通回転を起こすのに体を小さくして回ることが多いんですけれども、この選手はそのまま伸びたままで前方に宙返りをしました。はい、ここから体を伸ばした、非常に足先の回転力付きのそのスピードですね、そのタイミングも非常に大事になってきます。まあ、ここまでの顔ぶれを見ても、はい、いかに跳馬の種目別決勝が難しいかっていうのがよくわかりますね。そうですね、はい、国際色が非常に豊かですよね。はい、ふざきもあの1本目の得点は 9.200 でした。2本目です。うまくまとめました。下腹入り2分の1ひねって、後半にさらに2分の1ひねって前方の伸身宙返りですね。まあ、先ほどドイツの選手ちょっと失敗してしまいましたけど、同じ技になりますね。はい、